それでは、はい、第62回羽田杯キャプテンキングで勝利しました的場直樹長官にお話を伺います。よろしくお願いいたします。クラシック一冠制覇となりました。まずは今のお気持ちを聞かせてください。本当に嬉しいです。嬉しいです。はい、キャプテンどんな気持ちでご覧になってますか？そうですね、まあ、スタートから、まあ、力ある馬と、まあ、先頭の2番手と直線はバッチリですよ。まあ、最後までちょっとドキドキしました。改めてレース振り返っていただきたいんですけれども、スタートから今聞こえてみてください。先生いたしました。レースを見てみて、はい、この馬の強さみたいなものを改めて感じることがありました。そうですね、やっぱり気象的にすごく素直だし、まあ、一生懸命走ってくれますし、性格がいいというところがあるんですかね。あと能力の高さ、全てがいいんじゃないですか。レースの前の話なんですが、今日の馬の仕上がりどうですか？まあ、こちらに入居してきて本当に順調に来たんで、はい、まあ、あとレースがうまく流れてくれば、アクシデントがなければ、まあ、いい結果は出るんじゃないかなという期待を持って臨みました。まあ、いい感じで回ってたんで、まあ、大丈夫かなと思いました。ここで1回目を勝ったことで、私たちは次のレースにとても期待をしているんですが、ぜひどんなふうに考えていらっしゃいますか？そうですね、まあ、東京ダービーに向けてまたリーチを強くしていって、いい結果になればなと思います。ではカメラに向かってファンの皆さんに一言お願いいたします。今日は応援ありがとうございました。東京ダービーまたいい調整をして、まあ、いい状態で出走できるように頑張りたいと思ってます。まあ、応援のほどよろしくお願いします。ありがとうござい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 ました。ありがとうございました。